はい、ドアが閉まります。ご注意ください。うわ、間に合った間に合った。あ、いけんじゃん。いっこらしゅ。あ、間に合ってよかった。よいしょ。何て目にあった。ご乗車のお客様へご案内いたします。駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。あーちゃちゃちゃ、寝坊ついてんのか。また車内のお席は譲り合ってご利用ください。あーちゃちゃちゃ、熱いな。それでは列車発車いたします。揺れますのでご注意ください。再度ご案内いたします。列車発車間際のご乗車は大変危険となっておりますので、おやめいただきますようお願いいたします。また列車遅れの原因となりますので、おやめください。たびたび失礼いたします。列車発車間際のご乗車大変危険となっております。また扉挟まれますと大変危険ですのでおやめください。お気づきでしょうか。お客様に言っております。駆け込み乗車は大変危険です。やめてください。スーツの男性のお客様、駆け込み乗車はおやめください。うるせえな、何言ってんだ。足を組むのもやめてください。他のお客様のご迷惑になります。ん？あとメガネも似合ってないのでおやめください。なんだこの車内アナウンス。緑のカバンもダサいのでおやめください。お？俺のこと言ってんのか。安そうな時計つけるのもおやめください。あ？俺のことか。パーマも似合ってないのでおやめください。おいおいおい、俺のことじゃねえか。足も臭そうなので靴脱ぐのおやめください。おいおいおい、なんだこの車掌。ちょっと出てこい。おい、ちょっと出てこい。私、お客様の安全のため仕事中でございます。ご了承ください。こいつちょっと腹立つわ。一番後ろにいんだろ。行ってやるよ。この先揺れますのでご注意ください。危ねえ、何すんだお前。私は注意しましたよ。 なんだ周りのやつらも笑ってんじゃねえよ。ちょっと助けようとしろよ。私一番後ろの車両にいます。お待ちしております。もうてめえ許さねえからな、この野郎。ちなみに後ろの3両は女性専用車両となっておりますので、男性のお客様はご遠慮ください。そんなの関係あるか。これは違うんだ、違うんだ。分かって、今回は許してやる。すみません。それでは最後に、今後駆け込み乗車はやめます。駆け込み乗車はおやめください。